今度こそ骨まで燃え尽きてくださいね。やっと来てくれましたね。お待ちしてましたよ、ネクロマンサユウ。近くにいるだけで感じますよ、その魔力。なるほど、すごい防具です。ではこういうのはどうですか？まさか。私のミストルティンなのに、ヘルサイズ殿は最強の魔装少女。魔力はより大きな魔力に飲み込まれる。ミルナ、帰って戻せ私の魔力。ハルナの魔力を奪ったのも魔装少女の魔力に誘われてやってきたのだが、メガロを引き寄せていたのもこの世界で最も大きな魔力の渦。全ての中心、それがユウ、お前だったのか。セブンスアビス、ユークリウッドヘルサイズ、本来こんなところで遊んでいて良い方ではないはずですよね。くだらない男一人にこだわって、くだらない町に拘束されて、まるで私にその魔力を奪えって言ってるようなものじゃないですか。相川さんたちを巻き込みたくないんですね。お優しい。ねえ、知ってます？人間の体にはリミッターがかかってるんですって。だけど命のストックがある私には関係ありません。 100%、 150%、 200%。 300%、 400、 500。 すごい。いえ、彼女が真に恐ろしいの。いい加減倒れなさいよ。誰が。鎧の力や魔力がどうのではなく、彼女の言葉の力。今ヘルサイズ殿はこう言葉にしたのです。その言葉一つで人が死ぬのかよ。死ね。だからユウは自分の力を封じていた。あまりに大きな死の力を。だから俺たちの前では言葉を、感情を殺していたんだ。うわっ。
ぶ。だから優は誰よりも死に近くて悲しいんだ。これであなたの言葉は届きません。期待通りあなたはとても強い。ならばこういうのはどうですか。逃げろユウ。全魔力解放。死んでと魔化の一つ覚えですか。命が一つしかないというのは不便ですよね、相川さん。なあユナ、この気持ちなんだと思う。私初めてなんだ。この世界の人間なんてどうでもいいのに、ネクラマンサーがやられたってだけで胸が焼けるっていうか、無性にあいつをぶん殴りたい。それは多分お前がユウのことをどうでもいいって思ってなかったんだよ。そっか、そうかもしんない。アユム、新しい技を思いつきました。家に帰ったら一緒に名前考えてもらえますか。最近になって失いたくないものがやけに増えたな。やるぞ。ふっ、技名いて。はあ、大丈夫ですか二人とも。なんだあいつ。鼓膜が破れたままでは戦いにくいですからね。丸ごと再生しました。気色悪っ。俺よりゾンビみたいじゃないか。せっかく集めた命を今日は随分と失いました。取り急ぎあなたたちの命を頂戴しませんと。アユム、あなたがヘルサイズ殿の下僕だというのなら。ああ、ノモブよ、もし明日は土下だ。グミーチャでビブラ。これ以上は誰も殺させない。かっこいい。じゃあ最初に殺してあげる。嫌いじゃなかったわよ、相川さん。アホですか。少しは避けろよ。ユウはこの攻撃を受けながらも考えていたんだ。命を奪うってことを、そんなこと軽はずみにやり取りしていいはずないよな。何言ってるの、かっこ悪い。死ね死ね。
死ね。それが死ねないんだよな。ユウ、帰ったらご飯にしような。死ねないんだよ俺、ゾンビっす。あと魔装少女っす。バカか。そうだよ、バカは死ななきゃ治らない。俺はバカだったんだ。はあ、退屈は贅沢だが楽しくない。孤独は平穏だが、それじゃ喜びを分かち合えない。ありがとう。君に殺されたおかげで人生が変わったよ。だから今度は君の人生を変えてやる。私は命のアーティファクトを持っているんだぞ。じゃあ生き返ってみせろよ。その借り物の命が全部尽きるまで何度でも俺が殺してやる。離せ。最後の命みたいだな。君は身勝手に人の命を奪いすぎた。償わないと。いや、死にたくない。みんなそう思った。俺だって。いや、終われ何もかも。よかった。とりあえずかな。ややこしい書き方するなよ。そうだったな。帰ったらご飯にしような。できるかな。あなたすごいですね。うちの生徒が殺されるんじゃないかとハラハラしてましたよ。誰？もしあなたが本当に京子さんを殺すつもりだったら、私があなたを殺していましたよ。何者だあんた。大先生は、この人が。この子どこで道を間違えてしまったんでしょうね。あんた、先生なんだったらちゃんと指導しろよな。何億人も生徒がいまして、なかなか指導が追いつかないんですよ。何をのんきな。ま、
あなたの怒りもわからないではないですが。やっ、あっ、死ぬ、死ぬ。大先生、すごすぎ。喧嘩をしてもいいことはありません。やめておきましょう。ひとまずこの子は私が連れて帰ります。再教育ですね。そのために来たなら、もっと早く登場してくれよ。いいえ、私は約束の共同符を受け取りに来ただけですよ。あ、すみません。味は変わらないと思います。じゃあ、麻婆豆腐にしましょう。この人、すごいんだかすごくないんだか。あら、どうやら目を覚ましたようですね。さあ、私と一緒に帰る。楽しい余興だったよ。誰だお前。ユークリウッド・ヘルサイズ。元気そうで何よりだ。そんなに怖い目で見ないでくれよ。まだ何もするつもりはないんだから。夜の、そうですか、あなたがうちの生徒。どうかな。この感じ、メガロなのか。それもどうかな。では、また来たるべき時に会いましょう。ちょっと、うちの生徒を返してください。それではお大事に、ユークリウッド。面倒なやつと出会ってしまいました。あの、大先生。春菜さん、私はあれを追います。あなたはちゃんと課題に励むように。はい。それでは。ユウ、さっきのあいつ。ほとんどの人が気づかずに一生を終えていくが、世界には決して触れてはいけない秘密があふれている。連続殺人事件は終わった。だけど不安の種が消えたわけじゃない。ま、とはいえひとまずはひとまずだ。今はここでこうしてコンビニのおにぎりを頬張っているのが俺にとっては至福の時だ。なんでプリン作ってたら石鹸になるんだ。春菜が用意した材料に問題があるのだと考えます。はあ、ちゃんとこの世界のものに合わせたじゃん。まずい料理はあってもまずい食材なんかないの。やれやれ。やれやれはあんただ。ユウ、お兄ちゃん、コンビニおにぎりとっても美味しいよ。お兄ちゃんと一緒に食べれば何だって美味しいんだけどね。にゃーん。なんてな。なあユウ、俺以外にもゾンビがいるのか。もしかして恋人だったとか。心配すんなよ、俺がいるからさ。ほら俺不死身だし、ユウの力のおかげなんだけど。あと春菜やセラもいるしさ、よくわかんないけど。今笑った。できたぞ、アユム。新卵焼きだ。すぐ食え。プリン作ってたんじゃないのかよ。
石鹸からの軌道修正がどんだけ大変だったか。それはもう料理じゃないだろう。科学？魔術？文句の多い草虫ですね。無理に食べていただかなくて結構。いや、食うけどさ。何仕切ってんの？ほとんど作ったのは私じゃん。はいはい。しゃーなしだなあ。ユウはさ、今の生活のことどう思う？俺も平町とデュエットしたかったな。相川くんとならいいよ。夜のデュエットをね。え？ご休憩をね。やっぱりやめておこうと思う。あなたもデュエットしてみませんか？